人もね、2020年性のいいで行くかな。いや、立候補したらいいんですよ。いや、立候補じゃない。いや、違う、あのね、立候補するのが一番早いんですよ。だから僕3年前に東京都知事選挙に300万払って、はい、船橋市議会議員辞めてるんですよ、うん、船橋の市議会議員って1100万ぐらいもらえるんですよ、うん、それを1年で辞めて300万払って NHK をぶっ壊してやるために出たんですよ。なるほど。もう母親からの苦情、お前なんで辞めたんや、お前頭おかしいんちゃうかとか言われて、いや頭おかしいの分かってるやろとか最初に知ってた人や。そうそう、一番知ってなきゃいけないのに、うちの母親80になってもまたお前議員、また参議院辞めたんかとか言ってまた叱られたんですけど、でも3年前に僕が東京都知事選挙に出てなかったら今回の選挙当選しないんですよ。なるほど、なるほど。で、たった300万円で NHK と民放で6分ずつ喋れるんですよ。はいはいはい。出た方が絶対得ですよ。だってせーのいいねって言っときゃいいんだから。間違ってないよね。せーのいいねを6分間言うんですよ。スタジオのあなたもせーのなんで言えへんねんとか言っとったんですよ。今知らんのこれ。